皆さんこんここにちは私のチャンネルへようこそ投票日まで1週間となった兵庫県知事選挙2024年11月17日投開票主要メディアの情勢分析を見ると立候補者7人のうち元尼崎市長の稲村和美氏がややリードし元知事の斎藤元彦氏がこれを追う展開のようだだぞ2ヶ月前は連日厳しい表情だった そそもそもこの知事選は斎藤前知事の失職によるものパワハラ疑惑により兵庫県議会から全会一致で不信任を突きつけられ出直しを決めた当初のマスコミ報道は厳しいものだったが選挙戦が進むにつれて巻き返している印象だ出直し戦状況的には厳しいと本人も言っていた斎藤氏が知事失職を決断した当時の報道を振り返ってみよう 毎日新聞は9月26日、斎藤知事、期待できない兵庫県民、冷ややかな視線出直し制へとの見出しで、斎藤氏に対する県民の厳しい声を伝えている。読売新聞は同日付で、出直し選挙の称賛について、同氏自身による状況的には厳しいと思うが、県民の皆さんからの頑張れという応援もあれば。 信じているという声もありますから、もう一度頑張らせていただきたいというコメントを紹介した。東京新聞は同27日付記事で、斎藤氏の出直し戦について丸を巻き、兵庫県議の見解を紹介。同氏は、責任を感じるのなら失職ではなく、自らの意思で身を引く辞職が筋、と前置きした上で、出直し戦への出馬は従来の姿勢の維持を意味する。ありえないと述べていた。 斉藤氏への風当たた。りは非常に強かったところが10月31日に兵庫県知事選挙が告示されてから1週間余りの現在相当に盛り返しているようだ共同通信の11月9日付記事によると同社が実施した電話調査に基づく情勢分析として無所属新人の稲村氏がわずかにリードし斎藤氏が激しく追う展開だという 同日付の読売新聞の記事でも、ほぼ同様の分析結果となっていた。斎藤氏は2021年の知事選では、自民党や日本維新の会から推薦を受け当選を果たした。今回、維新を離党して出馬したのが前参院議員の清水隆之氏だ。だが今のところ、稲村氏、斎藤氏の後を追う状況のようだ。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。